本幕の本区の半間陽先生です、人間の上の生物で私は人間ではありませんということを説明してるんだけれども、それでねバイナリーオプションなんかも仕事してますけれども、もう人間全員が稼げる、ね、人間の給料を取るぐらいのね、ことがもうできるようになってます、ね、でそれはね、人間というのは野蛮なんで、今日肉食生物なんですね。で、この予算は人間が全員働くてるね、稼ぎというのは私が取る必要があるんですね。以上。ね。というのは人間は野蛮でありますから、道具を使う、核兵器まで使えるね、今日肉食生物なんです。ただ盗みが専門なんですね。だから私が負けたら殺されちゃうわけです。人間によりかね。人間にいてね。一人でいるわけです。ここ能力者で。で、人間全員と対抗してるわけです。で、それでやられると殺されるんで、その軍事費用、僕の保安用に使う必要なわけですね。ですから、この稼ぎは全部自分が使わないと、殺されるんです。そちらのね、人間にね。ということをよく理解してください。ね。私が多く稼げる。だって当たり前なんです。上の生物ですから。知能が全然上です。ね。で、人間の一般的な話以上難しいことはできないのは、人間が危ないから、ね。地球破壊、また宇宙破壊兵器なんかもね、進んでますから、その頭はね、つけられないんです。私の情報転送できないんです。人間が全てできる一番ハイテクなものからね。歴史だろうと農学だろうと生産が必要ですね。農場も必要ですね。ね。で、そういう人間が最短で一番良いとされることは全部知識に入れることはできるわけですけども、人間一人ではできないわけです。ね。それも人間団体で、人間話したり聞いたりもできないんです、単独は。700年後に分かるということで、団体からテレパシーで情報を得て話してくれてるわけですね。もし。ね、私と喧嘩なく話してるときはね。だから私が一人代表で話してても、その大勢何万人何億人も聞いて立ち止まってないといけないわけですね、人間の場合はね。ね、わかります。だ、一人対1億人も、だからたった一人とちゃんと話す、私とね話すためにはそんなに必要なんですよね、仕事の話だとね。ね、だから、で、私のは仕事の話しかしませんからね。ね、で、一般的にね。で、そういうことをぜひね、分かっていただきたいと、ね。同じに対抗できる話ができてるとかね、力があるとかね、いらっしゃるけれども、私の力は全然上で、人間全員一人で殺せます。簡単に。全然桁外れて違います。ね。で、そちらでいうライオンとかいるでしょ？猛獣とかね。そちら人間ね、そちらの人間食べちゃったらと怒ってね、ある程度その虎を捕まえてね、虎とかライオンとか、その犯人じゃないけども動物捕まえて殺しますよ。そうするとね、繁栄しないということで ね遠慮するようになるわけでしょ。私も人間に対してそれやって生きてるわけですよ。ね。ね、で、また私が殺されたとしても、上の生物というかね、まあ今のところ人間よりか上のロボットだけで平気だと思うんですけど、動かせると思うんですけども、処分し、人間全員に処分するわけです、そういうね。だから殺されちゃって、バーバーやったら大変でしょう、私だってね。だからそういうふうに抑えてはいるんで、あんまり近づけないっていうことですね、人間とね。ね。で、本物貴族って何かっていうことで、みんな作り事をやるでしょ。作り事で大統領とか総理大臣ね、昔選んでそれでなってるだけなんで、全然偽物じゃないですか。ジョワリとかミツバチとか、ジョワリとか違うでしょ、体が。同じ人はなれないんですよ、総理大臣も。それよく知ってください。で、せいぜいできても班長、100人に1人班長だということ分かってる。ね、これ生まれて、人間で生まれてないわけ、生まれてる人がなるわけですね。私はもうそれ、通り越してるからちょっと、あんまり面倒見ないですけど、面倒は全然見ないですけど、もう独立しちゃってますけどね。
前にいるとは宇宙にいるんですよ、それは、ね、それを拒否してるわけですからね、ね、ということですね。